皆さんこんにちは、ボイドです。初のコラボゲストがおられます。あ、ちょっと映ったり映らなかったり初のコラボゲスト、まゆちゃんがちょっと待って不審者なんかまゆちゃんが最近カレピッピと別れたっていうので、いろいろちょっとお話を、23歳と32歳がちょっと結婚観とか、なんかそういうこんな騒がしいところで、あ、そう、USJ に来てるんです今親交を深めて、そう今日ユニバ仲良くなりすぎ。ね、まゆちゃんは戻って、ね、急に今サムネだったの。急に戻った動画。わあ、すごいじゃん。今後条件が私が知ってる限りは、まあ30歳になるまでは、まあ、うん、一応そうできたら結婚したくないなみたいな感じらしくて、20代は自分のために時間を使って、大事、30歳以降で第2章として結婚したいなと思ってて、え、でもさ、20代でマジでこの人と結婚したいなと思った人と出会ってもそう、そうだね、マジでそうだね。で、30歳になったら結婚って全然いいねんけど、もうそれまで結婚する気さらさらなくてすごっ意志強っ。鋼の女なんですよ。強い女なのよな。いや、マジ強いよな。マジで、あのチャンネル見てもらったら分かるんですけど、マジ意志が強いって女マジ私意志弱いわだからさ、なんかすげえと思う。でもいい人と出会っても、うん、他人で自分の人生はもう決められたくないから、もう私は自分のやりたいことをやります。20代はかっこよ意志強っ。どうせ結婚するんやったら何十年も一緒におるわけやんか、うん、それが1年伸びるか伸びひんか、2年伸びるか伸びひんかだけやん。え、まゆちゃんはさ、結婚先パターンの人生はなあり？あ、全然ありやと思うけど。あ、じゃあ自分がだよ。あ、自分が、でも私は子供が欲しいから結婚したい。そうなんだ。あ、じゃあ、うん、え、なんで子供欲しい？いや、なんか私さ、人生を第1章、第2章、第3章やりたくて、結婚して、これ旦那さんとこれをやりたい、子供とこれをやりたいみたいな。ちっちゃい時からずっと一人っ子やったから、なんか、誰か、一人っ子なんだ。そうなの。家族っていうものを作りたい。すごい計画的、マジで計画的女。計画的女、まあ相手出るんですけどねあの、今、お話ししてるさないで、さないでいや計画だけは完璧なよ。あー、でもそう考えたら計画あんまないかも。あ、逆にね、うん、そっちの方がいいかもしれない。いや、わかる、その人に多分おるんだよ、うん、まあ、確かにどっちが合うかみたいなのによって、うん、私なんかいい人に会ったらもう別にいつでも、うん、なんか結婚ってよくわからんもんだよな私、うん、結婚とはそう一人一人さ生きていけるとしたら女の人も男の人も、うん、何のために結婚マユちゃんに聞くっていう、何のために結婚するの確かにな。でも全然、あの、私はあの、女一人で生きていくとか、結婚せんでも二人一緒にいればいいっていう人、妖怪賛成とか、うん、全然そうありやと思ってるから、うん、なんか特にこだわりはないねんけど、うんうん、私はその子供を見てて家族を作りたいから結婚したいし、そう作りたいか、なんかその、ほんまに好きな人と2人で、一人で、うん、あの20代はいろいろ経験したいし、うんうんうん、多分経験するんだけど、海外行ったりとか、うんうん、で1人である程度のことするから、うんうん、第2章の30代は旦那さんと2人でいろいろしたい、うん、あ、なるほどね。第3章は家族でいろいろしたいし、いろいろやりたいことはそれぞれの章であるから、すげえ、うん、結婚したいなと思う。いろんな感情知りたい、あ、経験値増やす、うん、でいろんな感情感じて自分の幅を広げていきたい。そう、幅広げて引き出してみたいな。逆にまず自分何も考えてなかった感がすごいあの思いやでもほんまにすごい。でもそうなんだ。なんかそのやりたいこととかすごい考えるんだけど、
かそれこそ恋愛面での計画は全然なくて、計画したからってできるわけでもないんだけど、でもそもそも、相手もいないんですけど、そうなんですよ、大前提で、他に条件は結婚、うん、相手に求めるんですけど、30歳になってからっていうと、付き合った人は全員結婚したいっていうか、できると思って付き合ってるから、なんかその彼氏の条件イコール結婚の人の条件、あそういうタイプの人と付き合うんですか。そう、恋愛もいいんですよ、学生時代からやねんけど、あマジでそうだからほんまに結婚この人できると思った人だけ付き合ってる。へー、共通点な、でもなんか絶対否定はせえへんかも、私の言ったことに対して、私がやりたいとか言ったことに対して否定は絶対せえへんけど、あ、いいねそれみたいな、やってみようって言う人が多かった。好奇心旺盛の人が多かった。あ、めっちゃいいね。え、じゃあどっちも好奇心旺盛みたいな、まゆちゃんも。そうえ、そんなさ、素敵な人どこにおる？そりゃね、なかなかおらんから困ってんの今。まだ早くね、まだ困るの早くね、分かれたばっかりやもん。あ、32年なんだけど迷ってんな。結構迷ってる。結構なんか入ってるでしょ。出始め完璧でも、もうだんだん付き合ってきて分かることも多分山ほどあるから、でその経験をいっぱいやってきて、もうやっと直感で、あ、この人ってこんな感じなんだ、こんな感じなんだ、分かるから、多分長続く。あ、なるほどね。だって5、6年とか普通に。6年くらいとか。経験ってやっぱ大事。いや、絶対大事だけど。そうなんだ、絶対そうだと思う。そうなんだ、うん、考えすぎもんだね。え、どうしたら考えようにできるかな。なんかマジで、でも大事よ、それは。なんかそういう時もそうなんだけど、なんか世の中何も考えずに飛び出す時も大事だ。大事よな、そう直感を信じる。そう結構直感を信じるタイプなんだけど、直感を信じて、なんかマッチングアプリとかで出会ったりとか、あのメッセージやり取りして、だいたい業者みたいな。いや、業者率めっちゃ高いから。え、でもマッチングアプリで業者おんの？え、おるよ。知らん。私8割ぐらい業者。引きすぎ。それはそれで引きすぎ。俺マジ全然おるよ。いや、私あっての業者待ってるから。え？あっての業者ってか、あっての勧誘。マジで。ちょっとすごい。すごいちょっと。やば、初めて聞いた。え、待って、でも気づいてよかったの。知り合う前に。気づくとかないんか、業者。てか多分。付き合うっていうのがないと思う。業者に言えないと思う。多分業者は付き合ったらさ、でもそれもそうか、みんな業者じゃないじゃん。じゃなんか出会ったやつは、やつっていうか出会った人はなんか大阪の人なんだけど、スカイダイビングしてる人で、ちょっと怪しいな。もう怪しいやん。いや、それは失礼だって、スカイダイビング。ごめんなさい。すごい、もうめっちゃスカイダイビングの話してくるの。もうなんか話の7割ぐらいスカイダイビング。で、なんかめっちゃ景色とか見てくれるみたいな。ああ、それはいいね。なんか別にスカイダイビング興味なかったのに、なんか面白いわ。どうやって感じやな。でも分かる。知らん世界やもんな。で、なんか私そういうアクティビティ好きだからさ、なんか海とかも好きだし、あの人情のやつも思ってきて、したらなんか出会ってもうマジでスカイダイビングが永遠疲れて、あ、ちょっとなんかもういいと思う、スカイダイビングはもういいと思うって思ったんだけど、でなんか値段の話し始めて、何やろって言われて、あ、そうなんだみたいな、めっちゃ進めてくるなって思って、なんか怪しいなって思って、帰ってから、自分のホテル帰ってから、あの大阪スカイダイビング、勧誘みたいな、マッチングアップリ、めっちゃ出てきて。やばー。なんかその書いてあったのは、その本当に実際にスカイダイビングを教えてくれるらしくて、ただまあすごい高いお金払わせていて、けどなんかそのそこのスカイダイビングのお店に行ったら、なんかみんな女性がよそよそしいんだって、なんかみんながなんかそういうので集められてるらしくて、なんかみんな変な感じなんだって。わー、なるほどな。だから出会いがね、マジでね、出会いはほんまにねえ、マジでないのよ。見なきゃね。これマジで、でも結構見てくれてる人も結構来るんだけど、その出会いがなさすぎて、どうしたらいいかわからない。わかる。ほんとさ、え、どうするのこれから、マジで、あの、日本とか。うちら、あの、ギダ。うちらどうすんの？いや、うちらじゃない、日本。日本どうするみたいな。日本って世界ってか。めちゃくちゃ大きいな。
え、だってさ、こうやって出会うのみんな学校とかまでで出会い方もう終わりじゃん。そうだね、いや、ほんまにそうなんよ。でも仕事とかの人もおれば、会社でとかとか紹介とかの人もおれば、それからマッチングアプリとか最近多分一番多い。めっちゃ聞く、めっちゃ聞く、めっちゃ聞く。じゃあ探すポイントを変えてみる。いや、多分それだよね。うん、そうだと思う。だってさ、それこそ職業とかもある程度わかるじゃん。うん、でもこれその、でもこれ嘘ついてる可能性あるよ。あるけど、めっちゃ疑うのもう信じられなくなってる。もうなんかさ、実績があるから。こっちとら実績がありますから。マジでさ、むずいよな。いや、本当にむずい。なんかだから、いい人に出会う時点で奇跡だよ。いや、両思いだったら、超まずいです。絶対そうよな。だから、ほんまに大切にしてって思うから、今、隣に彼氏からの願いでしたわ。いや、ほんとそう。で、私の3年でもめっちゃやってんねんけど、うん、なんか、まあ、分かりました。で、1から始めましょうって言ってた時に、1からいい人を探して、でやっと出会えたとて、メッセージのやり取りして、お互い恋の駆け引きして、で付き合うか付き合わんかのようなで付き合いました。そっからまた関係性構築していかないとあかんみたいになった時に、面倒って思って、だから起きたらもう2年ぐらい付き合ってる彼氏とかが隣に持ってほしい。じゃなくてさ、じゃなくてさ、楽や。あ、幸せやな、それは。え、でも私は、この多分まゆちゃんは結構何回か付き合ったことあるけど、私の場合付き合ったことないから、もうなんていうの、逆にそういうの楽しいと思う。あ、逆にね、うん、そう体験したって思う。いいな。いい、うん、いいとか言って。本当、まだそのレベル。いいね、いいね、いいね。多分何しても楽しいと思う、最初。そうだね。え、マジいい恋愛してほしい。最初マジ大丈夫。そうそう、だって私それ怖いのが、そのなんか経験値がないから、餃子に捕まるのもそうだけど、なんかその結構信じるタイプなんで、人が言うことなんか、なんで嘘つくって感じで思わん？嘘つく人って。それはそうよ、うん、だからなんか信じちゃうから、なんかそのなんていうんだろう、変な人に騙される可能性が高い。あ、え、まゆちゃんは浮気されたことある？あるある、全然ある。え、マジで人間不信だな。人間不信、マジでマジで。てか、なんか今の中で浮気が一番怖いだけど、失敗したからこそ、絶対自分は浮気しないと思うし、優しくしようと思うし、大事にしようと思うから、うん、別にだから今その浮気の経験が、うん、ほんま最悪、マジであれ消したいとかはない。なんかあれがあったから、優しくできるよねみたいな。そうなの。必然的に浮気せへん人を分かるようになってきたの。だけど、そういう能力がないから、そうだよね。それが怖いんだよね、なんか。だからなんか、なんで折っちゃった。入ってたから。ストレスがこっち行っちゃって。この、できない、できないストレスが。怖い、最後バスって。私さ、どういう人が合うと思う？どういう人が合うやろな。え、どういう人だったらいけると思う？結構でも、お互い自立してる人が合いそう。あ、それは絶対そう。それは絶対そう。まゆこちゃんが結構やりたいことがしっかりあって自立してる人だから、男の人もめっちゃやりたいことがあって自立してて、お互い合う的な、うん、そう、結構依存される恋愛とかする恋愛ってあんまり向いてなさそう。うん、向いてないと思う。え、なんかカウンセラー、カウンセラー、まゆカウンセラー。え、めっちゃなんか、え、もうそれなんだけど、あ、合ってそう。いや、マジでそう。共有する時間もすごく素敵なんだけど、それぞれ楽しみがあって、なんか人生の目標があって、そうだね、最高だよ。向いてそう、向いてそう。年上とかあっちゃう。でも、あ、年上でも、私の年上ってなんか結構年上になる。え、でもなんか仕事をめっちゃ頑張ってきましたみたいな人もおるやん、ある程度。あ、でもそろそろ33、4、5とかで、そろそろ恋愛と向き合わなあかんなみたいな人もおるやん、やっぱり。私の先輩で、ほんまに女の人に興味なくても、興味あるけど、仕事をやれればいいみたいな、男の人がおった先輩で。やねんけど、34歳じゃないもん。で、そろそろ恋愛に向き合わないと、うん、家族が欲しい、うん、で、向き合って、一人目で結婚した。何も浮気とかも一切興味ないみたいな。綺麗に結婚してて、かっこいい。で、その人が選んでたのって、うん、やっぱり自立した女性やったよ。あ、そうなんだ。なんかその、依存されても、うん、まあ、ある程度は全然いいし、うん、自分も好きってちゃんと思うけど、うん、ただちゃんとお互いやりたいことがあって、芯がある人がいいってずっと言ってたから。その先輩もう一人いない？一人？
作られへんわ。コピー作りたいけどな。あ、一人もうぜひ紹介したいけどな。あ、一人か。でも絶対おる、そういう人。でも全然大丈夫よ。もう素敵やねんから、もっともうどんどん構えて、どんどん構えて。え、でも私なんて、自分に自信を持つようにしたので、自分一人でも楽しめるよっていう基本スタンスが出来上がってから、めっちゃモテるようになって、いいなぁ、そういうことか。今までマジでモテるようになったんけど、一人時間最高みたいな、私気づいてから、めっちゃモテるようになって。なんかでもよく言うよね。うん、私さ、今の時点でもう一人時間最高って感じなんだけど、32年間最高って言ってんだけど、どうしたらいい？待って待って、32年間最高って言ってんだけど、一人で、一人でずっと一人なんですけど。いや、なんでできんのか逆に分からへんからさ、私、ほんまに分からへんねん。なんか動画も見てて、うんうん、言ってたやんか、彼氏デートはありませんとか、うんうん、なんか恋愛がどたごた言っててんけど、うん、で、どたごた言っててんけど、実際会っても、なんでできんのかマジで分からへんから、ほんま謎なんよ。だから逆に女の前ではこうやってちょっと仲良くやってくれるけど、男の人の前でめっちゃ緊張する子なんかなとか。する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 。だからちゃうから、自信ないから出ちゃってる。出とる、絶対出とる。それは絶対出とる。心当たりありです。全然ありです。だって全然さ、自信ないもん。男性に対して自信がある箇所がない。ああね、うん、でもそういうところを愛してくれる人も絶対おるから、ほんまなんか言葉悪いけど、いろいろ格別当てるじゃないけど、いろいろくじけずに、決めつけずに、うん、なんかやっぱ一番いいかもしれんから、経験がないからこそ、うん、いやもう絶対おるから大丈夫、おる、絶対大丈夫、おる、もうそれもう 100%。 え、おらんかったらもうあれしてね。え、もうあれしてる、あれしてる、あれする、あれする、全部する、あれする？絶対ある、絶対大丈夫。マジ？ありがとうございます。今日は恋愛相談に乗っていただきました。マヨ先生に。マヨ先生、みんなも絶対おるから。恋愛カウンセラーマヨさんに。っていううちがおらんねんけど。いやでも結構常にいたパターンでしょ。そうだね。私も自分磨きマジ頑張ります、とりあえず。頑張ろう、みんな一緒に。うん、頑張ろう。で、自分に自信をつけます、まず。それに徹してます。いやもう日々頑張ろうな、自分磨き、女の子。そうだね。おらんくてもいいから自分で満足できるようにってことだよね。そう、楽しんだ自分がいいと思える自分になる。そう、うん、あ、そう、感動する。あー、投げてくる、しみる。ということで、今日も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お邪魔しました。またね。Thank you.